時間さえありゃ絶対ここに超でっけえ釣り堀を作るんだがって言ってたところだ。釣り、渡爪島では直接水に潜って魚を捕まえていたな。魚を捕まえるより釣りの方が絶対楽しい。俺さんは釣りの達人だぜ。この前も超でっけえ魚が釣れて、大きすぎて処理に困ったぐらいだぜ。それで八重堂にまで手紙を書いたんだ。そんな悩みがあるなんて。そんなにでっかいやつなのか。なんで教えてくれなかったんだよ。オイラが食べてやったのに。ん？八重堂に手紙？そうだ、俺様は月刊漢字に投稿してひなさんに相談したんだ。ひなさんってのは本当に優しい人で、すぐに返事をよこしてくれた。奇遇だな。俺も普段そこで副業をしてるんだが、この間たまたま似たような悩みを受けた。ん？超でっけえ魚が釣れたって悩みか？まさか、まさか釣りで俺様と互角に渡り合えるやつが存在するってことなのか？ダメだ、こうしてる場合じゃねえ。お前ら先に祭りを回れ。今日はもっとでっかいやつを釣られと。釣れたら魚の宴をごちそうしてやるよ。あとちょっと。紐が切れちゃった。難しいな。よいみや姉さん、本当にヨーヨーって釣れるの？心配しんとき、うちの秘訣を伝授したら。見抜いて素早く、これに限るで。ヨーヨー釣り、娯楽小説で読んだことあるぞ。試してみ。片っぽの目一つ閉じてちょんと見定めたら、うまい具合に素早く釣るんや。見るからに難しそうだぞ。旅人にやらせよう。オイラたち3人いるから少なくとも3つ釣ってくれないとだぞ。でもよいみや姉さん、僕が目を一つ閉じると何にも見えなくなるよ。ラーメン美味しい。そうですね、久しぶりにいただきました。あ、彩香は普段ラーメンをあまり食べないのか？あんなに美味しいのに。あ、あなたたちでしたか。すみません、ラーメン2つ追加でお願いいたします。脂っこく塩分も多いからと、周りに食べる機会を制限されてしまうのです。ラーメンも鍋も普段はいただきません。大変ね。うんうん、だから彩香はケーキを鍋に入れたんだな。ほう、それは忘れてください。ふう、お腹いっぱい、少し眠い、季節少し寝る。そういえば昔の妖怪たちの祭りには何か特別な出店はありましたか？話せば長くなるけど、ヨーヨーを一つも釣れなかったなんて、お前の腕も落ちたな。まあ最後は千鶴が一つ釣ったけどな。
それも一つ目小僧にあげちゃって欲しそうに見えたからオイラも欲しいぞ。じゃあ今度もう一つ釣ってあげる。やったー。旦那、これはいつもと比べて高すぎるでしょ。祭りだからってそんなに値段を釣り上げない方がいいよ。露店を出すのにもお金がかかるんだ。ちょっとばかし高く売らなきゃ元が取れない。じゃあお面を5つ買うから3割引きしてくれるってのはどう？ダメなら今回はいいや。はいはい。暑い、干からびそう。そんなに近づかず、もっと後ろに行った方が良いでござる。わかってるけど、普段はこんなに綺麗なかがり火を見ることないもん。一番近くで見ていたい。この世には美しき風景が山ほどある。そう焦らずとも、祭りはまだ長い。まさか妹子にまで教えていなかったとは。あの様子じゃさぞ驚かせたじゃろう。ここで何が起こったのか事前に教えると面白くなくなってしまいますから。友人がそばにいるのですから、怖すぎるということもないでしょう。少しばかりびっくりする方が、あの子も普段溜め込んでいる緊張を緩められていい。今回の計画は実に順調じゃったの。何も知らぬ者たちが慌てふためくのを見るのは実に愉快じゃ。それは私も同感です。ニコ、アヤト、お前らの笑いって怖いぞ。うん、祭りを回り終えたのか。では楽しかったか。すっごく楽しかったぞ。本物の三千花祭りは今よりも100倍にぎやかじゃった。でも何時らが言っても今ほどは楽しくないかもしれん。友人と回る祭りの方が楽しい。そうじゃろ。ええ、ありがとう。ほれ、わっぱに何か言いたいことがあるのじゃろ。もう邪魔しないでおこう。そうなのか。なんだなんだ。また見抜かれるとは、何でもお分かりのような気がする。何でもわかるのではない。ただわらわにもそんな経験があっただけのことじゃ。旅人、今時間はあるかしら。ちょっと浜辺で二人きりで話したいの。ここにしましょう。ありがとう、付き合ってくれて。実はね、初めて自分が人に化けられるって分かった時、すっごく嬉しかった。羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。生まれつき賑やかさが好きだった。祭りに参加したかったし、人と友達になりたかった。他の人と秋津遊芸を楽しみたかった。でも夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いたもののふが羽子板を置いた時の苦笑いや、孤独な釜井様が酒を飲みながらため息をつく様子を考えたわ。もし私が人と友達になったら、将来あの方と同じような悲しい表情を浮かべることになるんじゃないかって。だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を繰り返してはいけないって自分に言い聞かせたの。
ごめんなさい。初対面の時からわけのわからない話をして驚かせたでしょ。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、2回目に会った時は何事もなかったような顔をしていた。妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのが分かっていたのに、そこには触れず君と秋津幽霊を遊んだ。そうね、私もよくわからないわ。でも多分私はずっとカマイ様のように人と秋津幽霊を遊びたかったから。自分の残り時間が少ないって分かってたから、きっとこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津幽霊、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えてもらうって言ったわね。あの時私が願ったことは、もう二度と私の前に現れないでってことだった。結局あなたたちは私を見つけ出したから願いは叶わなかったわ。そうね。じゃあ私を覚えていてほしい。いいえ、一つだけならこれはやめておきましょう。よく聞いて。私の願いは、今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。